うも皆さんこんにちは、レッドです。最近よく広告で流れてくる通販サイトのテムって皆さんはご存知ですか？テムは同じ商品でも他のサイトより安く販売していて、海外発送なんだけど商品の到着が3日から1週間とめちゃくちゃ早いんです。しかも送料無料で90日間の返品対応が可能。そしてテムで取り扱ってる商品は日用品からファッション、雑貨、カー用品など幅広いジャンルの商品を取り扱っています。今回はそんなテムを使って気になる商品を爆買いしてみました。ちなみに今回の動画を見ている皆様に24時間限定の 30% オフクーポンをご用意しております。概要欄のリンクをクリックするか、テムアプリの検索バーでこちらのコードを検索してぜひゲットしてください。そして梱包方法が段ボールではなくビニールの中に商品がこんな感じで入っております。まずはこちら、ベルトサンダーのベルトです。ちなみにこれがベルトサンダーで、トリガーを引くとこの先端についているベルトが回転して物を削ることができます。次にこちら、ドリルビットシャープナー。使い方としては先端がダメになったドリルの刃をここにセットして、でここにドリルをセットして、この状態で回転をさせるとドリルの刃が復活します。削ったことによってドリルの刃が復活しました。次にこちら、ワッシャーセットです。こちら中に大量のワッシャーが入っていて、サイズもねかなりいろんな種類が入っています。そして次にこちら、クリップキット680ピースです。この上にね見本の紙が入っていて、ここに載ってる一覧のクリップがこの一つのケースの中に大量に入っています。で今シルビアのフロントバンパーを外していて、このパーツがこんな感じにくっつきます。で先ほどのクリップの最適なものを選んでカチッと固定してあげれば、こんな感じでパーツがくっつきます。次にこちら、マイクロファイバークロス50個入りです。生地はねかなり薄いです。で質感は悪くありません。でマイクロファイバークロスは汚れを拭き取ったりするのにすごく便利な商品で、まあ、コーティング剤を塗り伸ばしたり汚れを拭き取ったりとかなり幅広いシーンで使えるので、まあ、こういったホコリを拭き取る時などにさっと使えちゃいます。次にこちら、多機能カーフック。こう説明ではトランクを開けたところ、こういう内側か、そしてここに傘をセットすれば、あ、すげえ、この上に傘が取り付けできました。で問題はこの状態で閉めれるのか。あ、何も問題なく閉めれます。傘って結構地面に置くことがあるので、こうやって上に固定できるのはすごくいいです。そして次にこちら、オイルフィラーキャップ。アルミ製のオイルフィラーキャップとオーリングが入っています。そしてエンブレムは後で簡単に貼り付けることができます。でカラーリングがねパープルなので、アコードに取り付けていきます。お、サイズもバッチリで、向きが決まったらエンブレムを貼り付ける。はい、いいね。続いてこちら、カーギアシフタータンブラー。これ面白そうだなと思って買っちゃいました。中にはステンレス製のストローとタンブラーですね。タンブラーしっかりした作りになっています。で一番欲しかったのがこの部分よ、この部分、じゃーん、シフトの蓋です。これあれだ、ネジ式じゃなくてこの上にカポってね刺さるだけです。でこのタンブラー本体はステンレスでできているんだけど、蓋の部分は全部プラスチックでできていて、メッキ加工がされています。でこんな感じで1速2速3速4速5速のバックギアみたいな感じで蓋がついています。で付属のストローはステンレスでプスッと刺します。
まあ、これで実際にドリンクを飲むことができます。そしてネタつながりで次にこちら、リアスポイラーです。最近ショート動画などでよく使われている商品なので、私もネタとしてね購入してみました。なのでスポーツカーでもないこの軽トラにこんな感じでリアスポイラーを取り付ける動画をそのうち撮影します。もう実際に取り付けたからといって何か効果があるわけではありません。でも意外とねしっかりとした作りになってるんですよ。もっとヘニャヘニャかなって思ったんですけど、かなりがっちりした作りになっています。そして次にこちら、キーカバーです。これが今私が所有している車の鍵で、シルビア、アコード、ハイゼットの3本の鍵になります。まあ、なのでヘッド部分が分かりやすいようにハイゼット用の鍵も改造をしていきます。今鍵の中にパネルボンドを注入したので1日硬化するのを待ちます。はい、キーカバーの取り付けができました。かなりねごつい感じになったので、ハイゼットの鍵っていうのがすぐに分かるようになりました。次にこちら、エアブラシキット。これがコンプレッサー、ボタンを押すと強弱オフみたいな感じでここから風が出ます。そしてエアブラシとコンプレッサーをこのまま直接取り付けることもできるんだけど、まあ、場所によってはコンプレッサーが邪魔で作業ができない場合があります。で、付属でエアホースが付いているので、これでコンプレッサーを気にせずに持ち運べて邪魔にならないエアブラシが完成します。こんな感じにエアブラシを使って描くことができました。そして次にこちら、カーオーディオ改造用モールド。車のピラー部分などに取り付けてスピーカーをセットできる台座です。これちょっとシルビアにはでかすぎるので、この部分をぶった切って加工用として使う可能性があります。まあ、ピラー以外にもなんかダッシュボードとかなんかうまいことインストールのベースで使えそうなので、今後どうするかちょっと考えていきます。そして次にこちら、ブラシ5本セットです。それぞれサイズが違うので洗車をするとき場面に合わせて使い分けることができそうです。まあ、例えばクロスが入りにくい場所だった場合は、まあ、こんな感じでササササって狭い部分のメンテナンスもできるようになります。そして次にこちら、ルーフネットを2種類購入しました。で、このルーフネットのまず1つ目がこういう布タイプですね。これをキャリア部分に取り付ければ座れるめっちゃ座れるね。あれ、ハンモックとしていけるんじゃない？あ、いけるわ、全然いける、無駄に安心感で。もう一個のネットタイプ、うわ怖っ怖っ、高さあるからね怖いんよ。でもハンモックとしては全然機能しています。取れる感じは一切ないんだけど、マジックテープで止まってるっていう不安感はすごくあります。次にこちら、ハンドルバーセキュリティ。付属の鍵を挿して回すとカチッと開きます。そしてハンドルのマウントが付属されていて、この上の鍵を取り外さないとこのネジが取り外せない構造になっています。まあ、仮に緩めれたとしてもネジがね抜けないですね、抜けませんね。これで簡単にバイクのヘルメットを固定することができます。そしてヘルメットにちなんでこちら、フェイスマスク。ちょうどマスクみたいに耳に引っ掛けるところがあって、これでヘルメットをかぶったら私の場合ねちょうど良さそうだなと思って、でこう首元に入れておけば冬場だとね風が直接当たらなくて良さそうです。でここがねちょっとメッシュがちょっとスケスケになっているので通気性もかなりいいですね、日焼け対策になりそうです。そして次にこちら、フォークカバー。
でこれ頼んだのはいいんだけど、予定ではこの上の部分までタッチしてるぐらいの長さだったらいいのになーって思ってたので、これはちょっと失敗してしまいましたね。そしてフォークつながりで次にこちら、フォークバッグです。もう全然荷物がね入らないので、ちょっとでも収納スペースがあると助かります。こんな感じか、これでいいのか。スマートフォンぐらいだったら余裕で入りますね。まあだから財布とか入れてもいいけど、財布の取り忘れは怖いので、軽いメンテナンス工具とか入れるぐらいだったら良さそうかな。そしてバッグつながりで次にこちら、サイドバッグです。チェーンステイを作ったんですよね。なのでこのちょうどチェーンステイにこんな感じで引っ掛ければめっちゃいい感じで取り付けができます。このサイドバッグを取り付けたことによって収納スペースが一気に上がりました。そして今取り付けたこのサイドバッグ、テムの初回特典として 90% オフで購入することができます。 90% オフで購入するには下記の概要欄のリンクをクリックする、もしくはこちらのコードを入力して検索を行ってください。そしてバイクつながりで次にこちら、 22mm のハンドグリップ。これでハンドルとサイドミラーのデザインがマッチングしました。あとはクラッチレバーとブレーキレバーをメッキ系に仕上げれば、もっとねハンドル周りがいかつくなると思います。そしてバイクに詳しい方にこのハンドルを見せたところ、かなり危険性が高いということで一旦このエンド部分は取り外します。でエンド部分がないとねかなり寂しい状態になるので、このエンド部分には別のパーツを取り付ける予定です。そして次にこちら、 LED ライトです。で発光パターンが強モード、弱モード、点灯、オフの3パターンです。で横だけではなく下側も光っています。めっちゃいい色、キャンプとかにね良さそうです。真っ暗なところでも結構明るい。で弱モード、弱モードでも明るいですね。そして次の LED はボールの形状になっているんだけど、こんな感じで横にパカッとね開くことができます。上にフックがあるので吊り下げた状態でこんな感じで使うことができます。でこの真っ暗な状況で点灯、明るい。そして皆さん、次がいよいよ最後の商品となります。それがこちら、 LED ライトバー44インチ。ほっほっほっ、でかいな、めっちゃでかいな。で反対側に配線が2本あって、黒がアース、赤が電源です。通電じゃーん、こー明るい、明るいな。範囲で言うとほんとピンポイントですね。狙ったところをギャンギャンに光らせております。で今回はこの LED バーをハイゼットの側面部分に取り付けようと思っております。現在フロントにはワークライトを装着していて、助手席側にはサイドオーニングを装着しています。そして助手席側にはまだ何もね取り付けていません。で取り付けるためには専用のステイを作らないといけないのと、配線加工もねいろいろしないといけないので、今回の動画では装着をしません。まあ、なので近いうちに取り付け動画を撮影しようかなと思っていますので、皆さん楽しみに待っててください。そしてこちらの LED ライトバー、初回特典として下記の概要欄からテムのページに飛んだり、検索コードを入力することによって 90% オフで購入することができるので、気になった人はぜひテムのページに飛んでみてください。
はい、ということでテムで爆買いをしてみましたが、商品が安いからカートにポンポン商品を入れて楽しめるし、変わった商品が多いのでテムのサイトを見ているだけでも時間が溶けていってね、すごく楽しかったです。そして今回の動画を見ている皆様に24時間限定の 30% オフクーポンコードをプレゼントいたします。概要欄のリンクをクリックするか、テムアプリの検索バーでこちらのコードを入力すると 30% オフが適用されますので、ぜひ使ってみてください。そして初回限定にはなりますが、先ほどご紹介したサイドバッグとライトバー、こちらの商品を 90% オフで購入することができるので、まだテムを使ったことがない人はぜひテムの買い物を楽しんでください。今後また面白そうな商品があった場合はテムを活用していく予定です。それではあなたのカーライフが楽しくなるように、レッツカーエンジョイ。テムのページはカーキの概要欄に詳細を載せますので、気になる人がいましたらぜひチェックをしてみてください。そしてクーポンコードもぜひ使ってみてください。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 X、Instagram、ブログ、動画を配信する先に最新情報が載っていることがあるので、気になる人がいましたらぜひチェックもよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。